はい、皆様こんにちは。エレナほのぼの鉄道旅へようこそ。今回は春の九州旅3回目の動画になるんですけども、特急かもめに乗って長崎にやってまいりました。長崎駅は2020年春に高架の新しい駅になりまして、そしてね、もともとの地上駅から高架駅まではこんな感じで連絡通路が設けられております。元の地上駅と、そしてそれに隣接する車両基地なんかもあったんですけども、ちょっとね、工事が入りましてだいぶ更地になりましたけども、2021年春の段階ではまだ所々ね、遺構が残っておりまして、そのね、面影を見ることができました。では今回は長崎での一夜をお届けしたいと思います。
Thank you.